が集まるところ、それは魅了する何かがあるからではないでしょうか。人々がいっぱい集まってきていますね。次から次へと集まってきています。ここ神代植物公園では綺麗なバラが咲き乱れています。今日は人を魅了するバラにフォーカスを合わせてみましょう。こちらにも人がたくさん集まっているみたいですよ。あらあら、美味しそうなスイーツのようですね。